ジギスムント・フランツフォンエスターライヒティロルはオーストリア大公。前方オーストリアとチロルを治めた。大公レオポルトモセイとクラウディアデ・メディチの次男。グルク教区の司教やトレントの司教領主となっていたが、1662年に死去した兄、フェルディナント・カール大公に男子がなかったため、その後継者となった。1665年7月3日に、 クファルツズルツバッハコクリスティアン・アウグストの娘、ヘイト・ビヒと代理結婚式を挙げるが、その3週間後に、花嫁と対面しないまま病死した。ジギスムンとフランツが、子供のないまま死去したことにより、オーストリア・ハプスブルク家の分家で、レオポルト5世以来続いていた、前方オーストリア大公の家系は断絶し、所領は、名クラウディア・フェリーチタスの夫でも、 ある神聖ローマ皇帝レオポルト一世が相続した。ありがとうございます。